片渕真子の朗読堂。人でなしの恋、江戸川乱歩。1、角野。ご存知でいらっしゃいましょう。10年以前に亡くなった千の夫なのでございます。こんなに月日が経ちますと、角野と口に出して言ってみましても、一向人様のようで。あの出来事にしましても、なんだかこう、夢ではなかったかしら、なんて思われるほどでございます。角野家へ私がお嫁入りをしましたのは、どうしたご縁でございましたかしら。申すまでもなく、お嫁入り前にお互いに付き合っていたなんて、そんなみだらなのではなく、仲人が母を説きつけて、母がまた私に申し聞かせて、それを、おぼこ娘の私は、どういなやが申せましょう。お決まりでございますわ。畳にのの字を書きながら、ついうなずいてしまったのでございます。でも、あの人が私の夫になる方かと思いますと、狭い町のことで、それに先方も相当の家柄なものですから、顔くらいは見知っていましたけれど、噂によれば、なんとなく気難しい方のようだとか、あんな綺麗な方のことだから、ええ、ご承知かもしれませんが、角野というのは、それは、すごいような美男子で。いいえ、おのろけではございません。美しいと言いますうちにも、病心なせいもあったのでございましょう。どこやら陰気で、青白く、透き通るような。ですから、一層水際だった殿子ぶりだったのでございますが、それが、ただ美しい以上に、何かこう、すごい感じを与えたのでございます。そのように綺麗な方のことですから、きっと他に美しい娘さんもおありでしょうし、もしそうでないとしましても、私のようなこのおたふくが、どうまあ一生可愛がってもらえよう、などと、いろいろ取り越し苦労もしますれば、従って、お友達だとか、召使いなどのその方の噂話にも聞き耳を立てる、といった調子なのでございます。そんな風にして、だんだん漏れ聞いたところを寄せ集めてみますと、心配をしていた一方のみだらな噂などはこれっぱかりもない代わりには、もう一つの気難しい屋の方は、どうして一通りでないことが分かってきたのでございます。いわば、変人とでも申すのでございましょう。お友達なども少なく、あるいはうちの中に引っ込みがちで、それに一番いけないのは、女嫌いという噂すらあったのでございます。それも、遊びのお付き合いをなさらぬための、そんな噂なら別状はないのですけれど、本当の女嫌いらしく、私との縁談にしましてからが、もともと親御さんたちのお考えで、仲人に立った方は、私の方よりは、かえって先方のご本人を説き伏せるのに骨が折れたほどだと申すのでございます。もっとも、そんなはっきりした噂を聞いたわけではなく、誰かがちょっと口を滑らせたのから、私がお嫁入り前の娘の敏感で、一人合点をしていたのかもしれません。いいえ。いざお嫁入りをして、あんな目に遭いますまでは、本当に私の一人勝手に過ぎないのだと。強いても、そんな風に、こちらに都合の良いように、気休めを考えていたことでございます。これで、いくらか、うぬぼれもあったのでございますわね。あの自分の娘した気持ちを思い出しますと、我ながら可愛らしいようでございます。一方ではそんな不安を感じながら、でも隣町の呉服屋へ衣装の見立てに参ったり、それをうち中の手で裁縫したり、道具類だとか細々した手回りの品々を用意したり、その中へ先方からは、立派な結納が届く。お友達にはお祝いの言葉やら、羨望の言葉やら、誰かに会えば冷やかされるのが慣れっこになってしまって。それがまた、恥ずかしいほど嬉しくて。家中に満ち満ちた華やかな空気が、19の娘を、もう、有頂天にしてしまったのでございます。一つは、どのような変人であろうが、気難し屋さんであろうが、今申す水際だった殿子ぶりに、私はすっかり見せられていたのでもございましょう。それにまた、そんな太刀の方に限って、情が細やかなのではないか。私なら、私一人を守って、すべての愛情という愛情を私一人に注ぎ尽くして、可愛がってくださるのではないか。などと、私はまあ、なんてお人よしにできていたのでございましょう。そんな風に思っても見るのでございました。はじめの間は、遠い先のことのように指折り数えていた日取りが、夢の間に近づいて、近づくに従って、甘い空想がずっと現実的な恐れに変わって。いざ当日、ご婚礼の行列が門前に勢揃いをいたします。その行列がまた、自慢に申すのではありませんが、十いくつりの私の町にしては、とびきり立派なものでしたが、それの中に挟まって、車に乗るときの心持ちというものは、どなたも味わいなさることでしょうけれど、本当にもう、気が遠くなるようでございましたっけ。まるで、図書の羊でございますわね。精神的に恐ろしいばかりでなく、もう、身の内がズキズキ痛むような、それはもう、なんと申してよろしいのやら。2、何がどうなったのですか。ともかくも、夢中でご婚礼を済ませて、1日2日は夜さえ眠ったのやら眠らなかったのやら、姑と姑がどのような方なのか、召使いたちが幾人いるか、挨拶もし、挨拶されていながらも、まるで頭に残っていない、というありさまなのでございます。するともう、里帰り。夫と車を並べて、夫の後ろ姿を眺めながら走っていても、それが夢なのか、うつつなのか。まあ、私はこんなことばかりおしゃべりしてしまいまして、ごめんくださいまし。肝心のお話がどこかへ行ってしまいますわね。そうして、ご婚礼のごたごたが一段落つきますと。案じるよりは産むが安いと申しますか。角野は噂ほどの変人というでもなく、かえって世間並みよりは物柔らかで、私などにも、それは優しくしてくれるのでございます。私はほっと安心いたしますと、今までの苦痛に近い緊張がすっかりほぐれてしまいまして。人生というものは、こんなにも幸福なものであったのかしら。なんて思うようになってまいったのでございます。それに、舅と姑お二人とも、お嫁入り前に母親が心づけてくれましたことなど、まるで無駄に思えたほど良いお方ですし、他には、角野は一人っ子だものですから、小舅となどもなく、かえって気抜けのするくらい、お嫁さんなんて気苦労のいらぬものだと思われたのでございました。角野の男ぶりは、いいえ、そうじゃございませんのよ。これがやっぱりお話のうちなのでございますわ。そうした一緒に暮らすようになってみますと、遠くから垣間見ていたのと違って、私にとっては生まれて初めての、この世にたった一人の方なのですもの。それは当たり前でございましょうけれど、日が経つにつれて、だんだん立ちまさって見え、その水際だった男ぶりが、類なきものに思われ始めたのでございます。いいえ、お顔がきれいだとか、そんなことばかりではありません。恋なんて、なんと不思議なものでございましょう。角野の世間並みを外れたところが、変人というほどではなくても、なんとやら憂鬱で、しょっちゅう一途に物思いを続けているような、しんなりむっつりとした。それで、器量はと申せば、今言う、透き通るような美男子なのでございますよ。それがもう、言うに言われぬ魅力となって、19の娘を散々に責め災難だのでございます。本当に、世界が一変したのでございます。二親のもとで育てられていた19年を現実世界に例えますなら、ご婚礼の後の、それが不幸にもたった半年ばかりの間ではありましたけれど、その間はまるで夢の世界かおとぎ話の世界に住んでいる気持ちでございました。大げさに申しますれば、浦島太郎が乙姫様のご寵愛を受けたという竜宮世界。あれでございますわ。今から考えますと、その自分の私は、本当に、浦島太郎のように、幸福だったのでございますわ。世間では、お嫁入りは辛いものとなっていますのに、私のはまるで正反対ですわね。いいえ、そう申すよりは、その辛いところまでいかぬうちに、あの恐ろしい破綻が参った、という方が当たっているのかもしれませんけれど。その半年の間をどのようにして暮らしましたことやら。ただもう楽しかったと申すほかに、こまごまとしたことなども忘れてもおりますし、それに、このお話には大して関係のないことですから、おのろけめいた思い出話はよしにいたしましょうけれど、角野が私を可愛がってくれましたことは、それはもう、世間のどのような女房思いのご亭主でも、とても真似もできないほどでございました。無論私は、それを、ただただありがたいことに思って、いわば、陶酔してしまって、何の疑いを抱く余裕もなかったのでございますが、この角野が、私を可愛がりすぎたということには、後になって考えますと、実に恐ろしい意味があったのでございます。と言って何も可愛がりすぎたのが破綻のもとだと申すわけではありません。あの人は真心を込めて私を可愛がろうと努力していたに過ぎないのでございます。それが決して騙してやろうというような心持ちではなかったのですから、あの人が努力すればするほど、私はそれを真に受けて真から頼っていく。身も心も投げ出してすがりついていく。というわけでございました。ではなぜ、あの人がそんな努力をしましたか。もっともこれらのことは、ずっとずっと後になってやっと気づいたのではありますけれど、それには、実に、恐ろしい理由があったのでございます。3、変だなと気がついたのは、ご婚礼からちょうど半年ほど経った自分でございました。今から思えば、あの時、角野の力が、私を可愛がろうとする努力が、痛ましくも尽き果ててしまったものに相違ありません。その隙に乗じて、もう一つの魅力が、ぐんぐんと、あの人をそちらの方へ引っ張り出したのでございましょう。男の愛というものがどのようなものであるか、小娘の私が知ろうはずはありません。角野のような愛し方こそ、すべての男の、いいえ、どの男にも勝った愛し方に相違ないと、長い間、信じきっていたのでございます。ところが、これほど信じきっていた私でも、やがて、少しずつ、少しずつ、角野の愛に、なんとやら、偽りの分子を含むことを、感づき始めないではいられませんでした。そのエクスタシーは形の上に過ぎなくて、心では何か遥かなものを追っている。妙に冷たい空虚を感じたのでございます。私を眺める愛撫の眼差しの奥には、もう一つの冷たい目が遠くの方を凝視しているのでございます。愛の言葉を囁いてくれます。あの人の小羽すら、なんとやらうつろで、機械仕掛けの声のように思われるのでございます。でも、まさか、その愛情が、最初からすべて偽りであったなどとは、当時の私には、思いも及ばぬことでした。これはきっと、あの人の愛が私から離れてどこかの人に移り始めた印ではあるまいか。そんな風に疑ってみるのが、やっとだったのでございます。疑いというものの癖として、一度そうして兆しが現れますと、ちょうど夕立雲が広がる時のような、恐ろしい速さでもって、相手の一挙一動、どんな些細な点までも、それが私の心いっぱいに深い深い疑惑の雲となって群がり立つのでございます。あの時のお言葉の裏には、きっとこういう意味を含んでいたに相違ない。いつやらのご不在は、あれはどこへいらしったのであろう。こんなこともあった。あんなこともあった。と疑い出しますと際限がなく。よく申す、足の下の地面が突然なくなって、そこへ大きな真っ暗な空洞が開けて、果てしれぬ地獄へ吸い込まれていく感じなのでございます。ところが、それほどの疑惑にもかかわらず、私は何一つ疑い以上のはっきりしたものをつかむことはできないのでございました。角野が内を開けると申しましても、ごくわずかの間で、それが大抵は行き先が知れているのですし、日記帳だとか手紙類、写真までもこっそり調べてみましても、あの人の心持ちを確かめうるような跡は、少しも見つかりはしないのでございます。ひょっとしたら、娘心の浅はかさにも、根もないことを疑って、無駄な苦労を求めているのではないかしら。幾度か、そんな風に反省してみましても、一度根を張った疑惑は、どう解こうすべもなく。ともすれば、私の存在をさえ忘れ果てた形で、ぼんやりと一つところを見つめて、物思いにふけっているあの人の姿を見るにつけ、やっぱり何かあるにそういない。きっときっと、それに決まっている。では、もしや、あれではないのかしら。と言いますのは、角野は先から申しますように、非常に憂鬱なたちだものですから、自然引っ込み思案で、一間に閉じこもって本を読んでいるような時間が多く、それも書斎では気が散っていけないと申し、裏に立っていました土蔵の2階へ上がって、幸い、そこに先祖から伝わった古い書物がたくさん積んでありましたので、薄暗いところで、夜などは昔からのぼんぼりを灯して、一人ぼっちで書見をするのが、あの人の、もっと若い自分からの、一つの楽しみになっていたのでございます。それが、私が参ってから半年ばかりというものは、忘れたように土蔵のそばへ足踏みもしなくなっていたのが、ついその頃になって、またしてもしげしげと土蔵へ入るようになって参ったのでございます。この事柄に何か意味がありはしないか。私はふとそこへ気がついたのでございました。4. 土偶の2階で書見をするというのは、少し風変わりと申せ、別段とがむべきことでもなく、何の怪しいわけもない。と、一応はそう思うのですけれど、また考え直せば、私としましては、できるだけ気を配って、角野の一挙一動を監視もし、あの人の持ち物なども調べましたのに、何の変わったところもなく。それで、一方では、あの抜け殻の愛情、うつろの目、そして時には、私の存在をすら忘れたかと見える物思いでございましょう。もう蔵の2階を疑いでもする他には、何の手立ても残っていないのでございます。それに妙なのは、あの人が蔵へ行きますのが決まって夜更けなことで、時には隣に寝ています私の寝息を伺うようにして、こっそりと床の中を抜け出して、お小用にでもいらっしゃったのかと思っていますと、そのまま長い間帰っていらっしゃらない。縁側に出てみれば、土偶の窓から、ぼんやりと、明かりがついているのでございます。なんとなく、すごいような、言うに言われない感じに打たれることがしばしばなのでございます。土偶だけはお嫁入りの当時一回り中を見せてもらいましたのと、時効の変わり目に1、2度入ったばかりで、たとえそこへ角野が閉じこもっていましても、まさか蔵の中に私をうとうとしくする原因が潜んでいようとも考えられませんので、別段後をつけてみたこともなく、したがって蔵の2階だけがこれまで私の監視を逃れていたのでございますが、それをすら今は疑いの目を持って見なければならなくなったのでございます。お嫁入りをしましたのが春の半ば。夫に疑いを抱き始めましたのが、その秋のちょうど名月時分でございました。今でも不思議に覚えていますのは、角野が縁側に向こう向きにうずくまって、青白い月光に現れながら、長い間、じっと物思いにふけっていた、あの後ろ姿。それを見て、どういうわけか、妙に胸を打たれましたのが、あの疑惑のきっかけになったのでございます。それから、やがてその疑いが深まっていき、ついには、浅ましくも角野の後をつけて、土偶の中へ入るまでになったのが、その、秋の終わりのことでございました。なんという儚い縁でありましょう。あのようにも私を有頂天にさせた夫の深い愛情が。千にも申す通り、それは決して本当の愛情ではなかったのですけれど、たった半年の間に冷めてしまって、私は今度は玉手箱を開けた浦島太郎のように、生まれて初めての陶酔狂からはっと目覚めると、そこには恐ろしい疑惑と嫉妬の無限地獄が口を開いて待っていたのでございます。でも最初は、土偶の中が怪しいなどとはっきり考えていたわけではなく、疑惑に責められるまま、たった一人の時の夫の姿を垣間見て、できるならば迷いを晴らしたい。どうかそこに私を安心させるようなものがあってくれますようにと祈りながら、一方では、そのような泥棒じみた行いが恐ろしく、と言って、一度思い立ったことを今さら中止するのは、どうにも心残りなままに。ある晩のこと、合わせ1枚ではもう肌寒いくらいで、この頃まで庭に泣きしきっていました秋の虫どもも、いつか声を潜め、それにちょうど闇夜で、庭下駄で土偶へのみちみち空を眺めますと、星は綺麗でしたけれど、それが非常に遠く感じられ、不思議と物寂しい晩のことでありましたが、私はとうとう土偶へ忍び込んで、そこの2階にいるはずの夫の隙見を企てたのでございます。もう母屋では、ご両親をはじめ、召使いたちも、とっくに床についておりました。田舎町の広い屋敷のことでございますから、まだ10時ごろというのに、しんと静まり返って、蔵まで参りますのに、真っ暗な茂みを通るのが怖いようでございました。その道がまた、お天気でもじめじめしたような地面で、茂みの中には大きなガマが住んでいて、ぐるるるる、ぐるるるる、と嫌な鳴き声さえ立てるのでございましょう。それをやっと辛抱して、蔵の中へたどり着いても、そこも同じように真っ暗で、樟脳のほのかな香りに混じって、冷たい、カビ臭い、蔵特有の一種の匂いが、ぞーっと身を包むのでございます。もし心の中に嫉妬の火が燃えていなかったら、19の娘に、どうまあ、あのような真似ができましょう。本当に、恋ほど恐ろしいものがございませんわね。闇の中を手探りで2階への階段まで近づき、そっと上を覗いてみますと、暗いのも通り、はしご段を登ったところの落とし戸がぴったり閉まっているのでございます。私は息を殺して、一段一段と音のせぬように注意しながら、やっとのことではしごの上まで登り、そっと落とし戸を押し試みてみましたが、角野の用心深いことには、上から締まりをして、開かぬようになっているではございませんか。ただ5本を読むのなら、何も錠まで下ろさなくてもと、そんなちょっとしたことまでが気がかりの種になるのでございます。どうしようかしら。ここを叩いて開けていただこうかしら。いやいや、この夜更けにそんなことをしたなら、はしたない心の内を見透かされ、なおさら疎んじられはしないかしら。でも、このような、蛇の生殺しのような状態がいつまでも続くのだったら、とても私には耐えられない。いっそ思い切って、ここを開けていただいて、母屋から離れた蔵の中を幸いに、今夜こそ、日頃の疑いを夫の前にさらけ出して、あの人の本当の心持ちを聞いてみようかしら。などと、とつおいつ思い惑って、落とし戸の下に佇んでいましたとき、ちょうどそのとき、実に恐ろしいことが起こったのでございます。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。人でなしの恋、江戸川乱歩作品お届けいたしました。秋もすっかり深まりました。今日この頃ですね、この冷たい空気の中、夜も深まる中、この人でなしの恋、3回にわたってお届けをしていきたいと思います。ちょうど作品も秋の夜中の出来事でございますので、ぜひこの季節感も含めてお楽しみいただければなと思います。第1週目はですね、夫婦になった2人の謎、美しき夫の謎がですね、伏線としてたくさんばらまかれているのではないかなと思います。そんなミステリアスな雰囲気を彩る言葉たちのなんと美しいことと、私は興奮をしながらですね、朗読をさせていただきました。恋とは恐ろしいものなんですかね。ぜひ最後まで楽しみにしていただけますと幸いです。この動画少しでも面白かったなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価お願いいたします。ぜひ、第2週目もチャンネル登録をしてお楽しみいただけますと幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。片渕真子でした。